ちは。夏ですね。今日はね。一気に。これ見てください。一気に夏仕様。こんなのでじゃこのシリーズを扱ってるのはおそらくうちだけですよ。うん、ハワイアンシャツ。すごいですね。これすごくないですか。この派手な感じ。でも派手でもない。そんなに。オールブラックスはいいですよね。普通っていうか。これオールブラックスなんですよ。これね、昔選手があのフィジーかなんかで試合した時に全員これ着てたんですよ。え、それですか。そう、飛行機から降りたらまさか全員ハワイアンシャツ着てたみたいな。めっちゃかっこいいですね。その時あったんですよ。これね、派手でしょ。派手だけどな、皆さん夏ですよ。皆さん夏は、そうでしょう。夏こんなシュンとしてどうするんですかってことなんですよ。というわけでですね、ハワイアンシャツをですね、ご紹介したいんですけども、すごいいっぱいあるんですよ、うち。これオールブラックスじゃないですか。はい。これどこだか分かります？透明で分かる人は分かりますね。分かりますよね。うん、ワラビーズかわいい。ワラビーズとかすごいですよ、これ。すごい状態ですよ、これ着たら。いや、かわいいですね。オーストラリア人絶対着てますよね、これ。うん、着てますね。大好きだと。大好きなやつ、大好物。続きましてこちら、なんでしょう。お、これ僕のね、フェイバリットチームなんですよ。フェイバリット、はい、ハリケーンズ。ハリケーンズ、ウェリントンのハリケーンズですね。 TJ プレナラ、イエス。いやー、かっこいいっていうか普通に。ハリケーンズはね、黄色のジャージ着てますよね、うん、でイメージから黒と黄色なんですけど、まあ僕のニュージャンドでやってたんですけど、ラグビー、その時のチームも黒と黄色だったんですよ。タイガースみたいな。あ、タイガースね、ごめんなさい。慶応のジャージみたいなのジャージ着てました。タイガース野球。タイガース野球。タイガースって本当にタイガーカラーだね。そうですね。なんで、まあ、ハリケーンズ好きですよ。はい。はい。これもう分かるでしょ。もう分かる。はい、ブルース。ブルース。なんか逆のあれですね、ハリケーンズと似てる。似てますよね。似てますね。で、まあもう、なんていうのかな。ザですよ、ザ。ザ。ザ、夏だけどね、見て。これ、やっぱニュージーランドからこの守り柄とか入ってるんですよね。ちょいちょいね。すごく可愛いですよ。すごくいいですよ。はい。なんかソニービルのタトゥーみたいで。そう、そういうこと。ですよね。続きましてもこれも分かりますよね。わお、もう後ろ見えてる。あ、見えちゃった。えぐいって感じの色ですけど、でもまあ強いからね、許されるよね、クルセイダーズ。許されます。すごい柄がしますね。まあ、ちょいちょいやっぱこれも入ってますね。模様、民族模様的なところにこうクルセイダーズ。これデザインがいいよね。デザインいいですね。すごいいいと思います。まあ、ときたらってあるじゃないですか。もう色はそのまんま、もうハイランダーズ。ハイランダーズもヤシですかね。なんだろう、それシダー、シダの葉。それはですね、お客様相談センターがちょっと書いてないんで、これないですよ。あの、ググってください。そういう時はググる。かわいい。ググってくださいね、ハイランダーズ。これいいよね、うん、いい色が。だから色でもすぐ分かっちゃうあなたはもうかなり2ですよ。多分この見てる方も2だと思いますけど。2ですよ、皆さん。2ですよ。これもしかしたら姫野さんがね、姫野選手が来ちゃったりしちゃったり来ちゃったりしたらもう大変な騒ぎですよ、うち。ハイランダーズだけ売り切れちゃいます。本当ですね。続きまして最後ですよ、ごチームだから。もう大好き、もう大好き、もう大好き。やだ、マッケンジーダーミアンって来てましたよ。来てた、来てた。本当ですか。もうそれこれふざけてますよね、いい意味で。いい意味でですよ。じゃあなんでバスなんですか。やっぱチーフスってここだけの話ですけど、はい、ここじゃないけど、ね、マオリがいっぱい住んでるエリアなんですよ、はい、あのロトルアとかね、もうメインにしてるんで、うんうん、なんでやっぱりこういうの好きなんですよね。へー、おしゃれじゃないですか。一番おしゃれじゃないですか。おふざけ感がね、おしゃれですよね。めっちゃ可愛いんですけど。サーフィンのサーフボードバス。そうなんで、チーフス可愛い。これいいですよね、チーフス。東京店で一番人気なんですよ、やっぱ。やはり。これ人気なんですよ。この情報、チーフスですよ。チーフスやっぱり人気。実はですね、これまあ総まとめするとオールブラックじゃないですか、はい、次が。はい。でもちろんあのここで最初に紹介したワラビーズあったんですけども、はい、実はですね、ブランビーズ。ブランビーズ。あるんですよ。今ここにないんですけど。見せたい。ぜひウェブで見てください。あるんですよ。可愛いんですよ、ブランビーズ。可愛い。でですね、なんとですね、NRL、わかりますか、はい、これ15人制のラグビーじゃないですか、みんな、はい。オーストラリアでやっている13人制のラグビーあるんですよね、プロリーグ、ナショナルラグビーリーグっていうのがあるんですけど、うん、そのチームのモデルもあるんですよ、結構。そ
そうなんですよ。ラビットとかね、ルースターズとかね、かっこいいんですよ。タイタンも今 30% オフです。安くなっている。安くこれね、これからの時期はもう今ですよ。今いつ買うの、今でしょっていう。いや、それですよ。でサイズ、うん、私 S です今。一番ちょうどいいでしょ、うん、一番ちっちゃいのが S からですね、多分。そうです。海外サイズになってるんでね、間違えないでくださいよ皆さん。いつも M 着てる人は S ですよ、うん、1個下みたいなイメージを買っていただけるといいんじゃない。ただ、うん、大きく着たいとかあるじゃないですか。そうです、ね、これ着方ですよ、着方。こんな綺麗にね、シャツここにネクタイとかしてもしょうがないわけですよ、この子に。ふざけなきゃいけないわけじゃないですか、うん、夏ですから。そうですね、したら水着とかでもいいと思うんですよ。あ、確かに。これ結婚式で着るって人いっぱいいました。沖縄で着たな。そうなんですよ、沖縄の人で。そういう系ですよ、ガラガラしてて、中にね、こういう T シャツ着て開けてもいいし、似合いますね、ちょっとね、うん、いろんな用途。これね、気持ちいいんですよ、生地もすごい気持ちいい、着心地がいい。まあポリエステルだと思います。はい、ポリエステルです。どこでしょう、生産国。生産国、これニュージーランドであってほしかったけど中国かな、はい、おっしゃる通り中国なんですよ中国。あとね、これ裏見たら、これ見て、裏白っていうかあれじゃないですか、はい、消化プリントですよね、全部消 化、 ね、うん、消化で入ってます。ただ薄くて気持ちいい、着心地いいですよ本当に。ただね、これだけ覚えておいてください。これね、なんていうかな、ブランドではないんですよ。なんていうか、このチームのライセンスを受けて、こういうハワイアンシャツメーカーさんが作っているシャツなんですよ。だから例えばカンタベリーとかね、アディダスとかじゃないんです、はい、なんでたまにですよ、たまにっていうか結構あるんですけど、ちょっとこの糸がピッて出てたりとか、ほつれがあるんです、ね、ほつれがあったりするんですけど、うんうん、もうそれは切ってください。そうですね、ハサミで、はい、でいや、これ取れちゃったりとかしたらやばいんですけど、そういうことは基本的にないです、うん、ちょっとほつれがあるぐらい、うん、だけど それよりもやっぱりこの派手さというか、かっこいいですよね。かっこいいです。ぜひ今年の夏はこういうんでですね、もう楽しんで、楽しんでいただきたい皆さん。そうですね、出かけられるかちょっとわかんないけど頑張りましょう。頑張ります。というわけでハワイアンシャツでした、はい、下の方にハワイアンシャツのリンク貼っときますね。お願いします。では